ちゃっとしてるなって。ディフェンダー堀田修平です。今年にかける意気込みを。たくさんの試合に出場してチームの勝利に貢献できるように頑張ります。シンガポールの感想を一言お願いします。緑がたくさんあって綺麗なところだなっていうイメージですと、北海道の寒いところから暖かいところに来たので早く環境になれるようにしたいと思います。名前は井畑翔太郎です。ポジションはフォワードです。今年にかける意気込みをお願いします。今年シンガポール1年目ということでいろいろ不安もあるんですけど、早くこの環境に慣れて試合に出て結果を残したいと思います。